部長バラレンタカーの坂田玄太です。今日はこの後ろに見えている三戸町にある三戸城というところにやってきました。今月9月ですね、9月のモデルコース担当の穂積選手がこちらをモデルコースに入っていて、これもちなみに SLK350 穂積選手号ですね。それでは三戸城、僕初めてなんですけど詳しく見ていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、それではちょっと行ってみたいと思います。ここはなんか資料館みたいですね。ここでチケットを買ってこの資料館とあのお城の中が入れるみたいです。じゃあ買ってきます。はい、ということでこちら中入ってきました。これからちょっと見ていきたいと思います。チケット220円でこちらの資料館とあちらのお城ですね、出てお城入れるみたいです。で、今回この中の撮影は三戸の役所さんからしっかり許可取って中撮影していいということだったので、普通にパーッと入ってきて YouTube とかそういうのに上げるのはダメらしいので、しっかり許可を取ってから上げるようにしてください。じゃあ見ていきたいと思います。こんな感じですね。石垣の説明とかまあ詳しいの僕全然詳しくないので、直接来ていただいたり調べていただければ分かると思います。なので僕は中にどんなのがあるかだけ紹介できればと思います。こっちもあるみたいですね。下わあ、下はこんな感じですね。まああんま見せてしまうと来た時の楽しみが減ってしまうので、一周歩いてお城の方に向かいたいと思います。すごいですね。はい、今で終わりました。お城に移るときは一回外出て、資料館の外を出てお城に向かいます。これは昭和42年に建てられたそうです。さっき役所の方に教えてもらいました。ここですね、三戸城。多分昔建てたお城の大きさとは全然違うらしいんですけど、一応資料館ということで昭和42年に建ったそうです。じゃあ入っていきます。これですね、先ほど言った資料館、あっちの博物館みたいなとこと、こちら両方合わせて大人だと220円で入れるそうです。押す。失礼しました。はい、お城の中に入ってきました。なんかイメージしたわというよりかは、やっぱ、資料館のために昭和42年に建てられた建物なので、中は洋風というか今時って言っていいのか分かんない、そういう感じですね。で、中で展示してある、また上には兜とかあるみたいなので、ちょっと上がっていきたいと思います。階段ですね。周りはこんな感じですね。そっから入ってきました。うわ、すげえ。さすがですね、お城だから下が見渡せるような高いところにあるんですね。やっぱりはい、今お城の一番上ですね、4階ですかね、にやってきました。
なんか僕イメージしてたお城は、僕あの姫路城は登ったことあるので、そういう結構中も和っていう感じかなと思ったんですけど、やっぱり建て直されてるというか、ここは資料館のために建てたお城だったみたい、お城なので、こうやってなんだろう、中は洋風って感じですね。眺めもすごい今映ったと思うんですけど、すごいいいとこで、今日しかも特に天気がいいので三戸を一望できるところかなと思います。じゃあこれからちょっとお城を出た後は三戸城、この周りに石垣がまだ残ってるみたいで、それは青森県だと弘前城とここの三戸城しか昔から石垣が、昔の石垣が残ってる場所がないみたいなので、その石垣を見に行ってみたいと思います。じゃあそれではお城にバイバイして行ってきたいと思います。はい、今急遽カメラ回してるんですけど、動物に遭遇しました。あれは鹿ですか？え、これ野生ちょっと襲われないか怖いですけど、あ、逃げた。あれは何だ？ぬくい岳がどれかわからないですけど、僕の予想は多分この目の前の山だと思います。じゃあ行きます。デレ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 、ここの山よりでかいな。ここも一望できますね。次、亀池って書いてありますね。カッパがいそうですね。カッパが橋、インスタ映え、明るいとインスタ映え写真が撮れそうですね。どれ来れました？こんにちは。すいません、何て言うか分かりません。はい、石垣こんな感じですね。ちょっと周り見てきます。今結構草生えちゃってるんですけど、先ほど上の方で草刈りをしている方がいたので、まあ今日中には綺麗になると思います。ここだけじゃなくてこっちの面にもありますね。はい、石垣に着きました。すごい量の岩ですね。パンフレットにも書いてあったんですけど、遠いところで分かっているところでは15キロ離れたところからこの岩運んだそうで、だから何百年前、数百年前ですね、数百年前の方、ちょっと信じられないぐらいすごいですね。15キロ離れたところ、このでっかい、多分何百キロってあると思うんですけど、岩を運んできたということですごいなと思いました。はい、ここで見たいところすべて終了しました。僕最初のイメージ三戸城はあの資料館、あのお城とか資料館だけだと思ってたんですけど、実際来てみると岩垣があったりとか、展望台で抜く岳が見れたりとか、見どころ満載で半日あっても足りない、本当に来ていただければ楽しむとこ、見るところいっぱいあるところなので、ぜひ来ていただきたいと思いました。資料館の中今回撮影させていただいたんですけど、三戸の役所の方にしっかり許可を取って撮っているので、まあ、YouTube 等とか、まあ、個人で撮るのはいいのかもしれないですけど、 YouTube 等に上げる際はしっかり許可を取ってあげてくださいということなので、そこはしっかり守っていただければと思います。それでは三戸に来た際はぜひこちら来ていただいて、いろいろ見ていただければと思います。それではバイバーイ。ワンラーレンタカー、メルセデスベンツ専門のレンタカーショップ、 J リーグ、 JFL 全チームファンクラブ会員様、ベンツが当日7800円から八戸に来た際はゴー！ゴー！ワンラーレンタカー。
動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。